闇の帝王ヴォルデモート、その側近として常に仕えていたのがベラトリックス・レストレンジです。彼女といえばアズカバンから脱獄し魔法界を震撼させる凶悪な魔女として有名ですが、一体どんな人生を送ってきたのでしょうか。今日は生い立ちから最後の時までを詳しくご紹介していきます。1951年、由緒ある魔法使いの家系であるブラック家に生まれたベラトリックス。シグナス・ブラック3世とドゥルーエラ・ロジエールのもとに3姉妹の長女として誕生しました。天体の名を命名するというブラック家の風習によって、オリオン座に関係するベラトリックスという名前を授かった彼女。アンドロメダとナルシッサという2人の妹がおり、アンドロメダは後にマグル生まれの魔法使いテッド・トンクスと結婚したことでブラック家から感動され、汚れた血のトンクスと結婚したアンドロメダに対し眼中にないと軽蔑することになります。もう一人の妹ナルシッサについては皆さんご存知の通り、後にドラコ・マルフォイの母となる人物です。純血至上主義を掲げてきたブラック家にとって、アンドロメダやマグル生まれ、マグルに対して異なる意見を持っているシリウスは血を裏切る者として軽蔑され疎まれていました。代々ホグワーツではスリザリン寮に入寮するブラック家、ベラトリックスもスリザリンで学生時代を過ごしていました。同世代にはルシウス・マルフォイやセブルス・スネープがおり、彼らと共にデスイーターに加入します。後に同じスリザリン生で裕福な家庭で育ったロドルファス・レストレンジと結婚し、2人はヴォルデモートの忠実な部下となりますが、ベラトリックスは彼に対しての愛情はなく、ただ一族の純潔を守るための義務的な結婚だったとか。デスイーターのメンバーの中でも特にヴォルデモートに心酔していたベラトリックス、本来夫に向くはずの愛情は主に向いており、またヴォルデモートもベラトリックスに対し愛称で呼んだり、直々に闇の魔術を教えるなど他の部下とは少し違う扱いをしていたそうです。しかし愛を知らないヴォルデモートは誰かと感情的につながることを拒んでいたため、あくまで主と特に忠実な部下という認識だったのかもしれません。第一次魔法戦争が始まるとベラトリックスと夫はデスイーターとして前線で活動します。2人は主が力を失ってもその信念を貫き通し揺らぐことはありませんでした。1981年、ヴォルデモートが姿を消すと彼を探すためにベラトリックスとロドルファスをはじめデスイーター数人は不死鳥の騎士団のメンバーで闇払いでもあるフランクとアリス・ロングボトム夫妻を拷問します。主の居場所を聞き出そうとしたベラトリックスたちでしたが、ロングボトム夫妻は貼り付けの呪文を受けながらも情報を教えることを拒み、ついには精神異常をきたしてしまいました。夫妻には生まれたばかりの息子ネビルがいましたが、それすら思い出せないほどになってしまい、生涯を病院で過ごすことになってしまうのでした。この事件は魔法界でも大きな波紋を呼び、ついに魔法省は彼らの逮捕に踏み切ったのでした。捕らえられたベラトリックスたちは魔法法律評議会にて裁判を受け、アズカバンでの終身刑を宣告され収容されます。闇の帝王が姿を消したことで次々と裁判にかけられたデスイーターのメンバーの中で、自分の意思とは反して従事していたと、その忠誠を偽って実刑を逃れた人もいたようですが、ベラトリックスだけは他のメンバーと違い忠誠心を偽ることはありませんでした。裁判中に座らされた鉄の鎖につながれた椅子はまるで玉座のように見え、声高らかに主への忠誠を叫び彼の復活を望んでいたとか。しかし彼女がアズカバンへ収容されていた15年の日々は、もともと不安定だった彼女の精神的な部分に大きな打撃を与えたそうです。ヴォルデモートが肉体を取り戻すと、1996年にアズカバンで大規模な脱獄が起こります。厳重に警戒されていた10人のデスイーターたちの中にはベラトリックスも含まれており、彼らに混ざって晴れて闇の帝王の元へ返り咲いたのです。同年、ヴォルデモートとハリー・ポッターに関わる予言を手に入れる計画にルシウス・マルフォイらと加わり、神秘部の戦いに参加します。ハリーがヴォルデモートのことを反純潔であると言い、また彼の名を呼び捨てにする姿に激高したベラトリックス。同じく神秘部の戦いに参加していたネビル・ロングボトムには両親と同じように拷問していました。
ハリーたちダンブルドア軍団に対し高圧的な態度を取る彼女でしたが、呼び寄せ呪文で予言を奪おうとするものの、ハリーによって阻止され、なかなか手に入れることはできませんでした。やがて不死鳥の騎士団が到着すると、命に当たるニンファドーラ・トンクスと対峙し、彼女を打ち負かします。そして、ハリーと共に戦っていたシリウス・ブラックとの決闘が始まり、偏屈で純潔至上主義を掲げるブラック家を嘲笑うと、呪いで対抗したベラトリックス、シリウスは呪いが命中してしまい、死の間のベールを超えて死亡してしまいます。これにひどくショックを受け、我を失ってしまったハリーは、ベラトリックスに対し貼り付けの呪文を当てます。しかし、苦しみがほとんど持続しなかったため、彼女はハリーを嘲笑するほどの余裕を見せていました。ほどなくしてヴォルデモートとダンブルドアが神秘部に到着すると、魔法省の闇払いたちが現れます。ヴォルデモートは姿くらましをしたものの、魔法界に闇の帝王の復活が知れ渡ってしまう大事件となってしまったのでした。やがて主を含め、マルフォイの館で過ごすようになったベラトリックス。この頃、ヴォルデモートの指示により、グリンゴッツ銀行のレストレンジの金庫へ、グリフィンドールの剣を収めます。しかし、それは偽物であったため、本物のグリフィンドールの剣を手にしたハリーたちがマルフォイ家に連行されると、自身の金庫に侵入されたと勘違いした彼女はひどく驚き、ハーマイオニーを拷問します。グリフィンドールの剣だけでなく、分霊箱であるハッフルパフのカップも金庫には隠されていたからです。その後、ドビーの阻止によってハリーたちを逃してしまったベラトリックス。彼らを逃したことでヴォルデモートから厳しい処罰を受けることになります。また、この一件で彼女は自身の杖も奪われてしまうのでした。1998年にはホグワーツの戦いが始まります。ブラック家のしがらみもあり、特に敵対視していた妹のアンドロメダの娘であるニンファドーラを殺害することに成功します。それだけではとどまることなく、ハーマイオニー、ジニー、ルーナの3人と同時に戦います。若き魔女としてはとても優秀な3人でしたが、彼女の前では歯が立ちませんでした。それほど、悪名は高くとも魔女としての素質は高かったベラトリックス、ジニーに対し、死の呪文を唱えますが、外れてしまいます。それに激怒したのが、ジニーの母であるモリー・ウィーズリーです。ただの主婦と見くびっていたベラトリックスは、同じ戦いで命を落とした息子であるフレッドをいじるかのごとく、モリーをフレディと呼んで挑発します。しかし、想像よりもはるかに力があったモリー。彼女が放った呪いはベラトリックスの胸に命中し、ベラトリックスは主の最後の瞬間や結末を見届けることなく命を落としたのでした。こうしてその生涯に幕を閉じたベラトリックスでしたが、それだけでは終わらないのが悪名高き闇の魔女です。彼女はホグワーツの戦いの前に子供を出産していました。その父親は夫ではなく主であるヴォルデモートだったのです。ヴォルデモートの死後、サラザール・スリザリンの後継者となったのが娘であるデルフィーニ。両親の意志を継ぐように凶悪な魔法使いへと成長していった彼女は、ハリーやロン、ハーマイオニーの子供たちが主役となるハリー・ポッターと呪いの子にてその存在を知らしめます。こうして、闇の帝王やその従者たちの意志は、図らずして続いていくのでした。いかがでしたでしょうか？過去の動画でもたびたび名前が挙がっていたベラトリックスでしたが、こうして彼女の生涯をたどることでいかに凶悪な人物だったのかがわかりますよね。この機会に闇の帝王との関わり方に注目して、改めて作品を見返してみてくださいね。この動画が良いなと思ったら、高評価やコメントで応援いただけると大変嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。